ようなことを考えて作ってございます。はい、まあ、ザクティが発売いたしましたのは2003年でございます。で、今日ですね、あちらの方に、歴代の商品をご用意してございます。実はまあ、今一番左下にございます DMX の C1 というモデルでございますが、まあ、こちらのモデルが、ザクティの初代機と言われておるんですが、実は今日ですね、あそこに飾っておりますピンクの、DSC-J1 というモデルですね。これが実は、ザクティの初代機でございます。これは2003年の春に発売をいたしまして、その年の末にですね、DMX-C1 ということで発売をさせていただいております。まあ、グリップザクティの初代機、縦型ですね、こちらは、まあ、2003年の、まあ、年末ぐらいに発売をさせていただいております。ザクティのですね、主なこだわりということで、開発当初はですね、まあ、どんな映像が撮れれば、まあ、お客様にご満足いただけるかということを重点に考えておりまして、まあ、当時主流のですね、まあ、4対3のテレビでご覧をいただく際に、まあ、十分高画質と思っていただけるようなことというふうに考えまして、VGA ですね、640×480 の、30フレームパーセコンドということで、考えて開発をしております。で、まあ、2003年ですと、512メガのですね、メディアがまあ数万円というような時代でございましたんで、まあ、その中でもですね、ワンランク上の1ギガで、まあ、大体1時間お取りいただけるというようなことで、考えて作ってまいりました。まあ、この考え方はですね、今も同様でございまして、例えば 720p であれば4ギガで1時間と、1080i ですと、まあ、8ギガで1時間というような考え方で作ってございます。まあ、その後にですね、こう徐々にいろんなことになってまいりまして、防水ですとか、まあ、最初生活防水モデルということで CA6 というモデルを出してございます。でその後に完全防水ということで、CA65 ですね。でまあ、今やですね、ザクティのラインナップの一つに完全防水というものが、一つ確立されてございます。まあ、それに伴って、まあ、最初1機種のラインナップだったんですけれども、2機種になり3機種になり4機種になるというようなことで、まあ、どんどんですね、数も増えてまいります。でその後にですね、まあ、HD1 というモデルでございます。でこちらでですね、解像度をぐっと上げまして、まあ、720p というようなことですね。で、まあ、横長の16:9のですね、映像がお撮りいただけると、まあ、この辺です。でこのモデルも非常に開発に苦労したモデルでございます。今日は開発の担当がおりますので、どの辺苦労したかですね、聞いてみていただきたいんですが、これは液晶ではなくてですね、有機EL をディスプレイの部分に使っておりまして、まあ、この時点ではですね、もうものすごい画期的な商品でございます。でその後ですね、ここで初めてフル HD 化に成功しております。 1080i ということで HD1000 万ですね。でこのモデルも非常によく売れたモデルだったというふうに記憶をしております。まあ、ずっとですね、こうフルモデル展示を繰り返してですね、また今年2010年、実は非常に多くのラインナップを、フルモデル展示させていただくことになっております。まあ、もうすでにですね、展示があります。今日はですね、皆さんのテーブルに1台ずつ、新製品をご用意しておりますので、ぜひですね、手に取ってお試しをいただきたいなと思っております。それではですね、新製品のご紹介をさせていただきます。開発主管であります DS カンパニー DI 商品企画部企画課長ミスターザクティ塩島正弘です。やらせていただこうということで、これからあまり堅苦しくなくですね、やらせていただければと思います。